よう。よう。あー、はい。少々でーす。まだ低い。だったなんか大体その、大体低いな、俺。あの、位置が。今、あの、岐阜のマーサー21の、で、開催している、なあ、わからん。もう忘れた。ごめん。もう忘れましたか？ときめぐり展。まあ、ときめぐり展。ね、昨日から始まっているから、そのときめぐり展に行った帰りです。で、今、あの、のりたけのブックオフにいます。というのも、トシ君のお兄さんが、ここによく来るそうです。ああ、昔ね。うん。今は知らんけど。これ、まあ、普通のブックオフ。頭削る。普通のブックオフぐらいの大きさかな。頭削りますよ。ちょっと落ち込みましょう。ブックオフプラスとかと比べると半分ぐらいか。ああ、そうだ。一応、ホビーと、ホビーと、ホビーとブックオフは違うからね。あの、あれが、知らない方も、まあ、あのね、会計が違うよ。うん、ホビーはね、あの、メルペイとか使えんかった。ああ、うん、そういうこと。僕はメルペイ使えるんだけど、うん、僕メルペイだから。うん、で、一応何を買うかなと思って、まずトシ君が、あの、鬼滅の刃、今終わったばっかりですよ。鬼滅の刃、ね、鍛冶屋編ね、鍛冶屋の里編が終わったばっかりで、で、鬼滅のなんか、鬼滅のフィギュアの、うん、後ろの玉代さん、玉代さんって分かる、ね、玉代さんのさ、フィギュアは出とるんやけど、なかなかないんだよな。ないか。うん、で、あったら絶対欲しい。後ろは持っとるんやったっけ。後ろはね、どこでも売っとるんや。あ、ほうか。玉代がね、なかなか売ってなくて、それ、あ、ほんで、ね、代わりなんか買ったんですね。代わりね、まあ、代わり買ったのはこれ何？ん？車。D0から始まる物語って有名ですけど、イタシャ、それのイタシャ、イタシャラジコンですね。なんとこれが安い、500円で買いました。はい、いいでしょ。もうちょっと上かな、マイク。トヨタ86だからね、これ車は。ああ、86ね。そう、86のイタシャ。トシ君の、トシ君の兄貴の子供が86乗っとるし。そうだな。そうだよ。あ、ま、あ、お前頭切れとった。だから、実は低いんやって。あ、じゃあ、もうちょっと焦った。ちょっと気持ち低いんだよな。はい。今、ちょっと上に上げます。ほなね。ほらね。で、僕の方は、何を買いかっていうと、今流行ってる。ってか流行ってね。10年前ぐらいに流行ってね。あの、ビッグコミックの連載されてた、闇金牛島くんで知らん。闇金牛島くんで知らん。読んだことない。興味がないで、牛島くんは、あの、劇場版はパート4まであるんです。はい。で、闇金で牛島くんは社長でやっとるけど、年齢は23歳です。で、普通大体闇金って大体、あの、南の帝王とかさ、なにわ金融とか、ああ、僕も結構見てるんですけど、だいたいトイチってのが出るね。トイチ、トイチ、うん、ああ、トイチってよく聞くよね。トイチでも悪い味だよ。それも、うん、悪毒だよ。で、牛島くんの場合は東郷だね。普通はもうそんな言葉はないはずだけど。だから10万書いたら東郷だから15万返したらあかんってこと。そんな世界は普通ねえやつやな。だからぶっ飛んでその辺が面白いし、ああ、うん、コミックはコミック読んどってつながりが面白いし、ああ、で、うん、牛島君ってこう何々君っていうのがもう題名で、ああ、題名見るとみんな何とか君ってなんだね。ゲイ、これゲイゲイゲイ君、あとギャル王君、俺らがゲイじゃねえか、ギャル王君とかで、ああ、という感じで毎回言っとるじゃな。初中君ね、土日にこうやって、うん、遊ぶためにさ、うん、絶対あの 10回、最近ね、10回以上はね、牛島君っていうあの単語が出てくるんで、どんだけ言うんやと思って。いや、あのね、見やすい、見やすいし、あの、俳優の山田孝之さんが、うん、もう丸切り牛島君の方だからね、あるんだから、
だから映画、うん、映画にしてもう、うん、あっとるんだ。昨日も牛島君ってもう10回ぐらい言っとるし、ああでさらに言えばさ、ああ僕が別に何も頼んでないのに、ああ勝手にあの牛島君の DVD 持ってきて見ろとか言って、だから映画版の牛島君の1は1は、うん、4まであって1は一番最初だから、あの AKB の大島が出てくるんですね。まあ、ゆうこさんね、ああそんなもんで1にだいぶ牛島君が出てくるんですよ。持ってこられたら俺全然見たねえけどね。でコミックとかになるとなかなか牛島君は出てこない。ああ、うん、全然見たくね、全然見たくねいつ見るには時間がない。あかんあかん、時間がない、見る時間ない。トシ君は明日から仕事に入るもんね。また、うん、仕事に入るっていうか、うん、新しい仕事な。なまあまあまあ続けれたらね、続けた方がいいしね。な僕みたいな A のドクターストップの病気持ってるわけじゃないからね。いやこっち全然普通ですよ。普通じゃないの？おめえ言っとたよ。動画撮ってても周りをキョロキョロ見とったり。だから動画撮っとるときはこれは頭がなかったらアホになっとるんで、アホか、うん、キョロキョロキョロしたり電波はあって、そうだな、こいつはこの辺で撮っとるな、こいつはこの辺で撮っとるなって電波を張って、でトシ君がどこにおるか、今日みたいにこういう地味な服だと分かんへん。いやだから地味な服も着たり、先週はちょっと、ね、アロハ系の服着とったよね。ああまあ、うん、民族系のね、アフリカ民族系の服だ。 あれは、うん、あれは目立つわ。だからああいう服もっと欲しいんやって。そうか、ということであんまり長場所もあれだもんで、今日はこれ一回締めますね。はい、はい、早いねんか。いや全然早いねんよ、もう5分超えとるよ。超えてるか、うん、はい、いやまだやって。あ、なんか話すことあんの。あ、話すことか、うん、あ、まあまあまあ、うん、多分ねこれは、うん、この動画は多分あのあああ動画、ああ、うん、どうした。あ、いやいや、丸浦さんが多分見ると思うんで。見てるよ。見るよ。ああ、まあいいけど、あの僕は会社辞めたもんで、5年、ほぼ5年ぐらい前ね。おめえ、あれは言わんとか？おめえ、おめえ、自慢話得意やろ。ああ、そう。自慢話言わんの？ああ、だから今から言った。今から言うよ。うん、よし、うん。だから、5年前に俺、うん、仕事辞めた。どうぞ、自慢話。うん、まあ、自慢話。まあ、ここで言いますね。トータル系に勤めていました。だから仕事辞めたからこれは発表できることだけど、あの何気にみんなレクサスのマークってします？あのエンブレム、エンブレムね、うん、楕円の中にローマ字の L 書いてね。実はあれ僕らが作ったんです。嘘やろ。 100% 嘘です。嘘やって。証拠は？証拠は金額かな。金額？ああ金額？貯金帳、その当時の通帳見ればわかる。うん、うん、いやいや、だから当時はだから何トータ系のこういう発表、うん、まあ休止作業とか、うん、普通に休止作業があって、その優秀な人をトータ系が全部集められた人、うん、でその前はアバロンっていう車があって、うん、で今度新しく日本で、うん、クラウンの上の車を作るということで、うん、それでエンブレムをあのなんか作れと、話が長くなりそうやな、うん、エンブレムを作れと、うん、ということで、ね、僕がもうパソコンでパパパーッと作ってもう慣れとるもんね。でポーッと作って発表と、それで最後の日に発表するんだけど、うんうん、発表して俺がドベニーぐらいやったかな、発表したのが。あ、こんなもんで、まあ初め発表するのは基準になっちゃうから、しょうがない。あ、うん、最後の方ほど、うん、やっぱりいいね、うん、評価を受けるから、うん、あ、いいとこ取ったなと思って、うん、で、うん、当時はもう、まあ、発表したりするのが得意やって、あ、ね、今は病気であんまり話さないからね、うん、全然話取るやん。病気も無理。今もうこれ来れたらもう、音楽の演者さんにおめえ普通に話しに行くやねんか。あれは短いよ、短いよ。そうか、うん、あ、今日動画撮ってよろしい。誰にも話しに行くやな、最近。逆に俺らが話さん。俺ってあれは仲間にしないから、うん、あ、だから今ここまで喋って、もうあれよ、もう結構ドレスが回るなってくる。あれやろ、演者さんとかは短い話はそれは自慢話してるんだけど、
まあ、だからあのレクサス の, あのマーク見たら僕が作ったってことは覚えててください。そんだけです。嘘やな。これはこれ以上ちょっと喋るのはちょっと NG だ。暗殺されたもん出た。それやと。ということで、今回の所持のレクサス話もあれしました。絶対嘘や。俺はね絶対嘘だと思う。じゃあまたお会いしましょう。今の作り話じゃねえね。100% 本当の話。いや作り話だから。はい、信じ皆さん信じないよ。はいはい。Thank you.